こんばんは、作曲家のコールです。オメガシスターズさんのフリー音源にオメシスのコーラスが入っていたら誰か気づくのかという企画で声をかけていただき、オメガシスターズさんのコーラスが入った楽曲を制作しました。この曲ですね。で、この曲を2月16日からフリー BGM 配布サイトのドーバシンドロームの方で配布しておりました。それで1ヶ月気づかれるかどうかというのを見てたんですけれども、その結果がどうなったのかっていうのはオメガシスターズさんの動画の方でご確認ください。今回はまず僕がどれだけオメガシスターズさんのファンなのかということを語らせてください。僕ね、オメガシスターズさんが出てきた時から見てるんですよ。で、もともと VTuber が好きっていうのもあったんですけれども、出てきた当初は VTuber と実写を絡ませていろいろやっていくっていうのも新鮮味があったし、他の内容にしても僕の興味のあるものが多いんですよね。例えば VR とかモデリングとかガジェットとか新しいサービスとか、僕の興味のあるものが結構動画の中で取り上げられてるんですよね。で、さらに僕の曲をいつも使っていただいてるんですよ。例えばこの曲とか、多分オメガシスターズさんを見てる方はよく聞いてると思います。で、グッズも持ってるんですよ。イラストが松田光さんのマグカップ、同じイラストのキーホルダーというのを持っております。このマグカップに関しては使いすぎてね、もう結構色がね染みついちゃってるんですよね、コーヒーの飲みすぎで。もうそのくらい愛用してます。そんなオメガシスターズさんから声をかけていただいて、もうむしろこちらからぜひやらせてくださいということで今回やらせていただきました。というわけで、僕の方では楽曲の解説っていうことをしていきたいと思います。この楽曲のポイントとしては、まずどれくらい分かりやすくしていくのかっていうのが考えるところだったんですけれども、分かりやすすぎても見つける人がバッと出てきちゃうので、まあ良くないなと。で、分かりにくすぎてもずっと気づかれないみたいな感じになるわけですよね。ちょっとだけ気づかれてほしいっていう、その塩梅を調節するのが難しいなということでいろいろ考えました。まずは2人の声が混ざりすぎちゃうと、もうキャラクターが分かんなくなっちゃうかなと思ったので、曲の中の声の場所を左側をレイちゃん、右側をリオちゃんという風にいつもの立ち位置の声の場所にしてみました。曲を聞くと2人の声が左右で聞こえるっていう感じになってます。結構思いっきり左右にしてるので、片方のスピーカーだけで聞くともう片方の声だけしか聞こえないっていう状態になってます。試しに片方ずつ聞いてみます。左側がレイちゃん、右側がリオちゃん。で、これがまず一つ目のオメガポイントですね。で、さらにこの声が後半になるにつれてキャラクターがはっきり出ていくようになってるんですね。普通に歌ったバージョンとはっちゃけたバージョンっていうのを2テイク歌ってもらって、曲の後半になるにつれて2人の声がはっちゃけたバージョンに差し替わるようになってます。後半になるにつれて声が分かりやすくなっていくと。これが第2のオメガポイントですね。第3のオメガポイントはボイスです。いろいろなボイス素材をいただきました。いつも動画で使っているような定番のセリフですね。こんな感じ、まちゃまちゃどうなっちゃうの。これ結構わかりやすいんで、どれくらい入れていくかっていうのは試行錯誤したんですけれども、まず完全にセリフになっているものは他の人が BGM として使った時に使いにくいなということで今回は外しました。そういう風にオメガシスターズを全く知らない人が使っても成立する BGM にしつつ、オメガシスターズらしさを出すっていう効果音のバランスにしました。で、このボイスも後半につれて多くなっていきます。まあこれが第3のオメガポイントということで、タイトルのハッピーイレイオっていうのは僕が決めたんですけれども、まあこれはね結構悩みました。まあすぐ気づいちゃうようなタイトルはあんまり良くないよねっていう話になりまして、ちょっと複雑にしたんですよね。まずこう姉妹とか双子とか、あとそういうのを英語で入れるとか、そういうのはすぐバレちゃうなと思って、でやめて、オメガシスターズっていう言葉をアナグラム、言葉を入れ替えて新しい言葉を作って入れようと思ったんですよ。そしたらオメガシスターズっていう言葉がどう入れ替えてもごつくなっちゃうんですよね。日本語でやってもローマ字でやってもどうしてもなんかごつくなっちゃう。この曲って結構ハッピーな曲なので、ちょっとごついタイトルになるのは嫌だなと思ってでやめました。多分ねガっていうのが結構硬くて、それがちょっと難しかったですね。じゃあリオとレイをアルファベットにして
さらにそれを並び替えて文字を作っていこうっていうことで、その文字の並び替えサイトみたいなのがあるんですけど、それでひたすら文字を並び替えて読める文字列になりつつ曲のイメージと合ってるっていうことで入れよという風に並び替えをしました。でそれでさらに入れよだけだと意味がちょっと分かんないなっていうことで、曲名って文字からパッと見でどんな曲かっていうのが伝わった方が使いやすいんですね。なのでもう安直にハッピーってつけてハッピー入れようにしました。そしたらまあとりあえずハッピーなことは伝わるだろうということでね、これが第4のオメガポイントですね。で次はサムネイル、ドーバシンドロームの曲のサムネイル、毎回僕が自分で書いてるんですね。これをオメガシスターのあのうんちゃんの顔にしました。うんちゃんがこう左右にいるみたいな感じで、見る人が見たらねこれめっちゃわかるとは思うんですけど、いやサムネイルってそんなに見られてないんじゃないかなっていうことでそんな形にしました。オリジナルはピンクなんですけど、これ黄色にしたんでもう完全にうんちゃんですね。これは曲を聞いてもしかしたらオメシスなんじゃないかなって思った人は結構確信を持つサムネイルだったんじゃないかなと思います。これが第5のオメガポイントですね。以上5つオメガポイントがありました。曲調についてはまあ明るい感じでいこうとは思ってました。まあ、ちょっとだけねこうコミカルというかとぼけた感じというか、オメガシスターズさんのいつもの雰囲気っていうのを感じられるような楽曲にしました。普段のイメージとは全く違う曲っていうのもありっちゃありかなと思ったんですけど、それだと今後長く使っていこうと思った時に使いにくくなっちゃうかなっていうのがちょっとあったので、それはやめとこうと思いました。普段使いがしやすいものにしたいなっていうことで、明るめでちょっととぼけた感じっていうことにしました。で、あとは途中ちょっと歌じゃないようなところが出てくるんですよ。インドのタブラをイメージした場所があって、あのもうタブラの音を送ってこんな感じで歌ってくださいって歌ってもらったんですね。なぜなんかそんな歌っぽくないところを入れたのかというと、歌よりも喋りに近くて表情が出やすい部分を作りたかったんですね。それでタブラのような歌い方をするっていうところを入れました。どうなるかちょっと分かんなかったんですけど、結果的にはいい感じになったと思います。あとは歌詞についてなんですけれども、歌詞の内容ってそんなに具体的なことは歌ってないんですけど、ラララララとかしか歌ってないんですけれども、それを一旦テキストに全部落としてます。全部ひらがななんでこう見てたら結構やばい歌詞なんですけれども、やっぱりね2人で歌うのできちんとテキストに落としておかないと細かいところが合わなくなっちゃったりとかするんですよね。なのでちゃんとテキストに落としました。であとメロディー繰り返しなんで3回ぐらいこれ繰り返すんですけど、毎回同じだと変化がないなっていうことでちょっとずつ変化をつけてます。1回目はランランで、2回目はニャンニャンで、3回目はワーワーにしてます。ドーバシンドロームだと3つのバージョンを配布してるんですよ。1つ目はこのさっきの歌詞をそのまま歌ったもので、2つ目は全部ニャンニャンにしたもので、3つ目は歌を抜いてカラオケになってます。2つ目の全部ニャンのバージョンを作ったのは、これ猫動画専用の BGM になるんじゃないかなと思って、その猫の動画で使いたい人に向けてニャンだけのバージョンを作ってます。でキックを抜いたバージョンもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、カラオケの方がいいだろうっていうことになってカラオケの方を入れました。でキックを抜いたバージョンは概要欄のリンクのブースの方からダウンロードできるようにしておきましたので、使いたい方はダウンロードしてくださいと、こんな感じでいろいろな要素を入れてみました。ということでコオロギとオメガシスターズのコラボ楽曲を出しましたという話でした。概要欄にもリンクを貼っておきますので、そちらからたくさん使ってください。ではまた。